人生的と、どうもノブゾンビです。前回に引き続きトゥーダーク納涼ホラー20分プレイでやっていきたいと思います。おっとタイマー忘れてたよ。はいタイマー、はいタイマー押しました。まあ前回ね来て見っけたもん、まあこのカバン、謎の気持ち悪いラブレター、気持ち悪い写真、気持ち悪いスケッチブック、まあ基本ここは気持ち悪いですね。気持ち悪すぎてね、ちょっとあれなんですけど、まあとりあえず前回ここまで来ていろいろまあ見てね、ヒントのある、まあこういうアイテムを結構手に入れたんで、うわよく見たらこれも瓶詰めされた人形、人間じゃないこれ、なんかある、なんもない。まあそんな感じで、とりあえず気になったこの横、あのハテナって書いてる人間がいるんでね、あれこれをね解放してみたいなと思うんですよ。じゃあこっちなんかある、ん、なんだ、あ、お、ガスマスク来た、ガスマスクっていうことはあの毒ガスの部屋に入れるってことだね。これ引っ張れる、ちょっと待って、ヘルプって書いてんだけど、ちょっと待って、これ動かせる、動かしたよ、あ間違えた、あ、特なんかある、え、特になんもなくない、排水口があったぐらい、うん特になんもないね。よしじゃあここ解放、ちょっと待ってよ、もう臆病だからすぐセーブしちゃう、始まってすぐだけどすぐセーブしちゃうんだ。よしじゃあ開けようかね。おい、オープン。南京錠で鍵がしてある。あ、普通に危ない人だった。ちょ待って。ちょ待ってよ。おう、イエーや。オッケー、あ、わかった。ちょ待ってよ。あ、こっちが南京錠ね。ちょ待って、もう一回確認させて。見られてないはず。よし、これで隠れられるか。すげえ傷だらけだけど、あの人、あ、戻っていっちゃったよ。南京錠てか、ガスマスクは手に入れたけどやっぱダメだ。でもこの部屋の中になんかあるっぽいんだよね。ちょっと待って、一回決死の覚悟でちょっと行ってみますよ。なんかあるか、やっぱなんかあった、なんかあるね。ちょい待って、なんかあったよ。だからとりあえず開けなくちゃいけない、こいつが戻ったらにしよう。ちょっと待って、まだ近くにいるね。これ奥に行くのかな。待って、こいつ一回出して追わせてぐるぐる徘徊して、またこの小部屋に戻ってあいつが入った途端にこれを閉めるっていう作戦でやってみようかな。いけいけ、来いや来いや、よし来い来い、こうだぜこうだぜ。あれどこ行った、あのバカ、こう行って、よしこうこう行く、この中で待機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 、よし、そして逃げる、逃げて、えい、うわ出てきた、普通に出てきた、はいはいはい、こっちだよこっち、はいはいはい、あ、おう、殴られたけど負けずに、あい、くそったれ、あ、間違えた、こうだこうだ、なんだこいつ、ずっとハテナついてんな、こんなやつでも殺した、おお強い、いやでもいけそうな気がする。よし、ここのアイテムは取ってるから、ヘルプ、やべえよ、もしかしてこれだけで20分過ごすとかないよね。へい、カモンへい、カモンカモン、来いよバカ、俺はお前みたいなやつでも殺さないぜ。
よし、手に入れたよ。えい、こっちこっち、カモンカモン。2発で、こいつで2発やられると死ぬからね。お、いいんじゃね？いけんじゃね？よし、いったー。やったぜ。集合写真？何これ？自身の創造物に囲まれたミゲル石の写真？写真。うわー、これいいね。これサムネにしよっか。気色悪い。真ん中ら辺にいる子供、顔二つついてね。あ、ちょっと待って、これさ、左上か、左上に立ってるんで、でっかい子供って今上で徘徊してるやつじゃない？もしかしたら。そういうこと？ミゲル先生が作った作品の人たちってことかな？そうかもしんない。ミカ？なんだあのミカって。あ、発見した子供ね。オッケー、まあいいや、とりあえず、ここで一回セーブして。あれって子供？違う？ほら、やっぱあの容姿は多分そうだわ。ちょっとこれ子供かな？見てみっか。これさっきの部屋にいたじじいみたいなやつ。あ、なんだこれ。話しかけれない。鍵を持っていない。こいつ、無害かな？あ、やばい、でかいやつが来るよ。でかいやつ来ちゃうら困るよ。こいつ、無害っぽいな。よし、行ったな。いや、そこ行きたいんだけど。何かが足りない。何が足りないんだ。ここはレバー式ドア。なんかいる？子供いたりする？あ、これ子供？うわ、子供だ。よし、ちょっと待って、ここで待ってれ。ちょっとそこで待っててくれ。何かが足りない。シアン化水素。何これ、すげえ手に持ってんな。あ、装備してるから。黄色いガス缶。ああ、落としちゃう。あ、電気ついた。ははー。ん？で、これを、ここ？まあ、そんな簡単じゃないわな。とりあえずここに、ちょっと場所じゃねえや。ちょっとまだこの装置の意味を理解できないから。ヒューズかなんかってこと？ヒューズかなんかをここにはめれば何かが動くってことかな。よし、このデブの後ろついていこう。ノアさんがいたね。いや、ていうか普通にこいつらにピストルとか通じない気もするな。この端っこにキャンディーとかないかな。多分上のあいつらもそのミゲル博士が作ったやつでしょ、きっと。もういけんじゃね？もういけんじゃね？あ、これね。ん？し、あ、シアン化水素と一酸化炭素ボンベをセットしレバーを引く。はあ、はあははあ、黄色と青。黄色と青ね。黄色と青のやつがないとちょっと厳しいってことか。ちょっと待って、ここでライト一瞬つけよう。うん、特にない。んで、ここでガスマスクをつける。そして行く。そういうことっしょ。いや。オッケーオッケー。うわー、やばいね。何ここ。ちょっと待って、でもさ、こん中子供入れなくね？よし、行って。オッケーオッケー。待って、ちょっと待ってくれ。連れて行きたいのは山々なんだけど、これエマちゃんね。エマちゃん。前回すげえ子供の名前間違えてた。前々回か。あ、これでいけるね。なんか手に入れた。置く場所が違う。ちょっと待って、置きたくないんだよ。置いちゃダメなんだよね。
これ置いて、普通に、わ、よく見たら少し下処理じゃね。あー、ちょ待って、エマちゃん来ちゃうのね。ちょ待って、エマ待って、エマちょっと静かにしててくれる？いや、エマ来んな、まだお前まだ来んな。あ、やべ、ライト消そう。危ね危ね、あのデブに見つかる。いやー、生きてえな。もうこれダッシュしていきたい。ワンチャン、ワンチャン大丈夫じゃね？いけ、あ、やばい、足音聞こえる、やばいよ。んでさ、んでさ、んでさ、ここにはめたらどうなる？それを試したいのよ。おし、おしか、あ、やばい、子供いる。あそこ、おお、やっちまった。ふう、なるほど。よし、とりあえず確認したところはもういいから。オッケーオッケー、とりあえずね。そっか、ここはダメだ。まずここ電気つけちゃおう。そっか、毒ガスが充満されるんだ。あれ、子供か。おっと、これは危険だよ。もうがっつり、あ、でもあの毒ガス充満させたところでな、犠牲者出すことになっちゃうか。え、あいつよく見たらさ、左腕なんかちぎれてね？あのデブ。なんか骨っぽいの見えてんだけど。いや、やべえな、こんな病院実際あったらマジ嫌だね。相変わらず上のマッチョ2人はわけわかんねえし。一応ね、見るよ。はいはい、オッケー。あの赤と青のボンベが上にあるんだけど、あれ合わせると毒ガスが発生するっていうことだね。よし、はいはい、オッケー。あ、そういえばここでさっき手に入れたの、あ、包丁か。で、電池発見して。いや、マジ、マジ、マジきちい。ここがね、んで、ちゃって、置いて、あ、ちょっと待って、一回置いて、ガス発生させて、ってことだよね。これで、まあ、エマ、エマ、お前待て。まだ来んな。あれ、ちょっと待って、一回セーブすっか。ガス充満してたけど、大丈夫っしょ。オッケー。一服しいの。一服したら、あ、やべ、デブ。まあ、デブ何持ってんのよ、手に。ガス。バットかな。バット。お、かっこいいね、ガスマスク。あ、ここに、青と黄色充満させてみっか。そしたらどうなるか。こうでしょ？デブ行ったかな？デブ気づくかな？あ、気づかないよ、デブ。で、これをさ、ここに置いて、あ、間違えた。おし。おしなのかな？これで出てくんじゃん？あ、出てきた、出てきた。わ かった。ちょ待って、わかった。わかったけど。わかったよ。わかったけど。あいつらどうやってこの部屋に入るかわかったけど、どうしようかな。タイミング測んないとちょっと厳しいな。どうし、あ、この、あ、でもな、牢屋の中に入ってもな、ちょっと厳しいから、
まずこうでしょ？こうやって、んで、これ取って、んで、まだ、ちょっと待って。タイミング、どこに隠れるかだよな。どこに隠れるのが一番いいんだろうな。やばい、やっぱそうだよ、あのデブ。左手なんか出てないよ。骨だ、あれ。怖っ。きっしょ。これ多分あのデブ耳悪いな、きっと。んで、これスイッチ入れて、ここで隠れてみてよ。これ出てくるっしょ？あ、あれが、あれミゲルじゃね？お医者さんだ。どうする？どうする？何するの？何するの？うわ、怖いな。よし、今だ。わあ、誰か死んでるよ。お、よし、いいよ。いいね、なんだあれ。あれはなんかよくわかんないけど。もはや使い道はないだろう。よし、なんか手に入れた。うわ、なんかいろいろ。ヘドが出そうだって。ちょっとこれ戻ってくんのかな。やべえな。キャンディーとかあんまないな。どうしよう。どこに隠れよう。っていうか医者どこ行った？いやー、嫌な音だね。いやー、怖い。これどうしよう、マジで。下に誰かいたよな。これどこにどう隠れようかな。ちょ、待って。あれ、俺は探してんのかな。人間の両目。わ、怖っ。てかこの音やまねえかな。わ、めっちゃ探してっし。戻ってきたよ。ここでライトつけてもバレないよね。いや、この音楽やだね。音楽がやだ。うわおう、人間の両目。いらねえ、これは？未来の機械。人間の足、内臓。これ、ボルト型、これは熱い。え、これさ、どうしたらいい？やっぱあの医者殺さないとダメかな。やばいやばい、見つかる。変なやつに見つかる。あれ？あ、やばいやばい。お、怖っ。これってさ、あの医者倒さない限り無理？これなんかさ、合わさるってことないよね。いやー、ちょっと待って、これ困ったぞ。え、こんなもんもさ、人間の足とか持ってきてもどうしようっていう話じゃない？これさ、こう、あー、使えねえか。どうすっかな。バールで開くわけじゃないし、鍵が必要？その鍵はどこにある？めっちゃ警戒してんな。これセーブしちゃっていいもんなんかな。
よし、行くぜ。お、やばい。ああ、やばい。お、いいよ。いいんじゃない？じゃあ。おっと、タイマーが鳴った。タイマー鳴ったよ。びっくりするぜ。じゃあ、で、エマ。まずエマを救いに行こう。よし、じゃあ、でよ。この医者がどうやって動くかだよね。いや、でもこの医者ぶっ殺した方がいいのかな。一応装備しておこう。で、ちょっとでも、てか思ったよりでかいな、この医者。ちょっと20分経ったけど、一回ちょっと、医者にちょっと一回、勝負仕掛けてみっかな。ここに隠れてさ。うるさい。ってことで20分プレイ、とりあえず今日はここまで。なんとなく分かったから、次回でクリアできるような気がします。ではまた。